このポゼッションで得点につなげたい長崎です。どうだ、なかなかパスの出しどころが難しい。前を向いた、決めていきました。ここで同点に追いつきます。長崎点差が13点に開いてきた。あー、ここもスチール。長崎、長崎のペースになってきています。遠山ヘッドコーチ、タイムアウトを要求します。パスを回してアギラール、フェイントを見せて中にファールを受けてバスケットカウントエンドワン。アギラールがプレーに参加できません。外から磯野のスリー、ここも入りません。そしてアギラールがゴール下待っていた。激しく体を寄せる熊本。あー、ここでフリーになるアギラール。ここはロングリバウンド、長崎が収める。そして前線にアギラールに通った。長崎はここ中に入らせてもらえません。厳しいチェックが待っています。さあ、アギラールがこのゴール下でバーンが存在感を見せます。さあ、速攻は長崎、松本健二、アギラール速攻から得点しました。外のヘディング、さあどうする、外のアギラールはスリーで同点を狙うが、さあ長崎が追いつきました。松本が中に入っていく、ドライブを仕掛けますが防がれて、そのままアギラールが決めてきた。昨シーズンの B1 2号ここまで2桁得点が5試合で3を狙う。ボールを取った長崎、ヘディングからアギラールへ、そしてバンクショット。アギラールから山本、アギラールヘディング、アギラールオープンで3。松本はこの左サイドから攻めていくシーンがこの第3クォーターよく見られますが、ここはアギラールが決めてきました。ボールが中に入って外に出す、アギラールのスリー。いや、今日のアギラールはスリーポイントの目立ちます。これで3。アギラールヘディングです。この人もスリーポイントがあります。アギラールがオープンで打ってくる、決まってしまった、決まった。アギラールが3、リバウンド長崎、松本と1個平行入れて、アギラール入ってきて、さあ素早いデザイン、狩俣の3、アギラールがリバウンドを取ってそのままシュートを決めました。さあ木村ケクトン、ここでアギラールダンク、豪快に決めてきた。スリーを狙った、リバウンドは長崎。さあ一気に押し、ファーストブレイク決まった。松本健二、リオン、有馬へ、松本仕掛けた、中で合わせる、パブロ・アギラール。有馬マットボンズへ、先ほどスリーを決めているがオープンだ、誰も行かない、パブロ・アギラール。